アスタナプレミアテックは、国際自転車競技連合の主催する、UCI ワールドツアーに参加する自転車ロードレースの、ワールドチームである。アレクサンドルビノ・クロフ・アルベルト・コンタドール・ランス、アームストロング・ビンチェンゾ・ゾニー・バリ2006年5月、ロードレース界を侵犯させたドーピング疑惑事件、通称オペラシオン・プエルトの結果、ロードレースチームであるリバティ・セグロスのマノロ・サイス、監督と医師が、 薬物違反容疑で逮捕された。この影響で、リバティ・セグロスのメインスポンサーが撤退して、チームの存続が危ぶまれた。しかし、チームのエースであったアレクサンドルビノクロフが、カザフスタン人であり、さらに当時のカザフスタン首相、ダニアル・アフメトフが、カザフスタン自転車連盟の総裁も務めていたことから、カザフスタン政府が、新たに、メインスポンサーとなった。 リバティ・セグロスは新たなチーム名にカザフスタンの首都であるアスタナの名を冠したアスタナウルトとしてこの年の UCI プロツアーに参加しビノクロフはアスタナウルトで同年のブエルター・エスパーニャを制したチームカラーはカザフスタンの国旗に用いられているものと同じ青色であるアスタナウルトチームに与えられた UCI プロツアーライセンスは2006年限りで 剥奪される見通しとなった。自国の英雄であるビノクロフをサポートするため、カザフスタン政府はスイスを本拠地とする新チーム、アスタナを設立し、2007年より UCI プロツアーに新規参入を果たした。これがチームアスタナの公式の出発点である。この頃、カザフスタンは資源大国として潤沢な国内資金を持っていたため、 UCI プロチーム設立資金の調達はさほど難しいことではなかった。新チームには、ビノクロフをはじめとするアスタナウルトの一部の選手が移籍した。アスタナは2007年の UCI プロツアーでも上位を伺う有力チームの一つに数えられていたが、同年のツールドフランス中に、ビノクロフ本人に血液ドーピング疑惑が発生し、ツールドフランスから チーム全体が撤退。さらに、主力選手の一人であるアンドレイ・カッシェチキンにも、レース外抜き打ちドーピング検査で陽性反応が認められたことなどを受け、以後の UCI プロツアーへの参加を自粛する事態となった。これに伴い選手への夏以降の急読み払いなども生じていたが、チームは2008年シーズンも運営母体を大幅に変更した上での、 活動継続を決定。チームの拠点をルクセンブルクに移した上で、チームディスカバリーチャンネルから、アルベルト・コンタドールやリーバイ・ライプハイマー、監督のヨハン・ブリュエネールを始めた数の有力選手や、スタッフを受け入れた。また、チーム内に厳しいドーピングコントロールの機構を設けた。コンタドール、ライプハイマーら有力選手を獲得して2008年に、望んだアスタナであったが、 ツール・ド・フランス主催者の ASO は、前年のドーピング事件を理由にツール・ド・フランスを、はじめとした自らの主催レースから、アスタナサイクリングチームの排除を決定。ディフェンディングチャンピオンである、コンタドールはツール・ド・フランス欠場を余儀なくされた。また、ジロでイタリアの主催者 RCS ・スポルトも、同様の方針を取ったため、春先のクラシックレースをはじめとした。 ビッグレースのいくつかに出場できないという事態となり、グランツールも出場可能なのは、ブエルター、エスパーニャのみと思われていた。しかし、4月に入り、バスク一周で、コンタドール、ツールド・ロマンリディで、アンドレアス・クレーデンが、総合優勝するなど、UCI によって、出場の認められていた、UCI プロツアー2008のレースで活躍すると、4月末には、 ジロでイタリアへの出場が急遽決定。コンタドールは、事前の調整不足を囁かれていたが、いざレースが始まると知り上がりに調子を上げ、リカルド・リッコやダニーロ・ディルーカとの死闘を制してジロで、イタリア総合優勝を成し遂げた。チームは2008年のブエルター・エスパーニャに満を持たして、強力な陣容で挑み、中盤以降は、コンタドールとライプハイマーが総合の1位と2位を、 がっちりと抑える展開となった。そのままレースは20ステージの個人タイムトライアルに、なだれ込み、コンタドールとライプハイマーがチーム内で、総合優勝をめぐって、真剣勝負を繰り広げるという陳時が発生。しかしコンタドールは、総合主位を守りきり、見事に、ジロでイタリアとブエルターエスパーニャのダブルツールを、成し遂げた。またコンタドールは、 前年のツール・ド・フランス制覇と合わせ、14ヶ月の間に3大ツールを勝つという大記録を打ち立てることとなった。一方、このブエルター、エスパーニャ開催中には、ランス・アームストロングが現役復帰を表明。チームアスタナのゼネラルマネージャーであるブリュイネールは、かつてアームストロングが所属してツール・ド・フランス7連覇を達成した US ポスタルサービスチーム及び、 チームディスカバリーチャンネルの監督として、アームストロングの7連覇を支えたことから、アームストロングのチームアスタナ加入が噂された。9月25日に、チームアスタナから正式に、アームストロングの加入が発表された。2009年、世界的な不況の煽りを受けて、カザフスタンのいくつかのスポンサー企業からの支払いが、滞り、ジロで、イタリア開催中にチームジャージから、 多数のスポンサー名が消えたという事態になった。5月31日までに選手の給与の保証金が UCI に支払われなければチームはプロツアーチームのライセンスを取り消される危機にあった。結果的には6月初めにまでもつれ込んだ支払い期限までに保証金が支払われチームはひとまず存続の危機を乗り越えた。6月3日から行われたツールドルクセンブルクには スポンサー名の入ったジャージで出場し、6月9日のドーフィネ・リベレ第3ステージで正式に、ジャージのスポンサー名が復活した。2009年のツールド・フランスには、コンタドール、アームストロングに加え、クレーデンやライプハイマーといった強力な婦人を要して、出場。第4ステージのチームタイムトライアルを制したほか、コンタドールは総合優勝、アームストロングは、 総合3位に入る大活躍を見せた。しかし、ツール・ド・フランス直前に、ビノクロフが、アスタナでの現役復帰を記者会見で表明したことを受け、ブリュイネールは今シーズン限りでの辞任を表明。アームストロングは、ラジオシャックをメインスポンサーとする新チームの発足を発表し、コンタドールは F1 ドライバーフェルナンド・アロンソの作る。 新チームへ移籍するという内容が報道されるなど、まだ安泰とは言えない、資金問題とともに、チームの将来は、不透明なものとなった。アームストロングが、チームレディオシャックを立ち上げると、監督のブリーネルタほとんどのメンバーが追随し、移籍を発表するか、移籍が濃厚となった。残るのは、 以前のエースであるビノクロフ、そして、ビノクロフとの二等体制を嫌って、自身もチームを離れたかったが、契約期間の関係で移籍が困難なコンタドール、さらに少々のアシスト人のみという形になった。このような状況や、期日までに必要な書類が提出されなかったことを受け、UCI は2009年10月20日に、ライセンス更新を保留することを発表。 コンタドールの契約条件には、プロツアーチームであることが明記されていたため、もしチームのライセンスが更新されないとなると、契約終了となって、移籍可能になり、ビノクロフ以外に、エース格の選手がいないチームとなる状況であった。こうした中、パオロティラロン後、ダビデラ・フエンテのアスタナへの移籍が報じられた。その後もライセンス更新は何度も保留が続いていたが、 11月26日に、ようやく UCI から許可が発表され、コンタドールの残留も確定。新たに、オスカルペレイロの遺跡も確定した。ジロでイタリアにはビノクロフをエースとして出場。オチ車の頻発した序盤において、ビノクロフをオチ車から守り、往復区間でペースを上げて、ライバルを苦しめるなど、チームとして強調した走りを見せた。ビノクロフは、 レース前半において、マリアローザを着用した。ツール・ド・フランスには、コンタドールをエースとして出場。ビノクロフはアシストをこなしつつ、ステージ優勝を上げ、三学ステージでは、アシスト陣が集団をコントロール。当初不安にしされたチーム力不足やビノクロフと、コンタドールの確執による混乱は気用に終わり、コンタドールは総合優勝を果たした。ツール・ド・フランス終了後、 コンタドールが、来シーズンにビアルヌ・リースが監督として指揮するチームへ、移籍することが報じられた。コンタドールがサクソバンクイコールサンガードへ去り、進化入戦力としてはロマン・クロイツガーとロベルト、キセルロブスキーを獲得。シーズン中は、ビノクロフ、クロイツガーの他に、バレンティン・イグリンスキー、パオロ・ティラロンゴラが、ステージ勝利を挙げたが、総合優勝はなかった。 ヴィンチェンツォニバリが遺跡加入し、ジロでイタリア総合優勝を挙げた。UCI は10月に同年のツールドフランス終了後の8月1日に行われたドーピング検査でマクシム・イグリンスキーのサンプルからエポが陽性になったことを発表した。また、同年のエネコツアーの期間中の8月11日に行われた同じくアスタナに所属するマクシムの弟である。 バレンティニ・ニグリンスキーのサンプルからもエポが陽性になったことを合わせて発表した。アスタナは、一月で2名のドーピング陽性者を出したことで、加盟している MPCC のルールに従い、ツアーオブ、北京から撤退し、内部調査を行った。また、UCI からは再発防止策の見直しを行うことと、ことの次第ではライセンスに関わる旨を通告された。 ニバリア、ディエゴローザ型チームへ移籍。4月22日、ジロでイタリアデースを務める予定であったミケーレ、スカルポーニを交通事故で失った。アスタナウルト時代の2006年は BH、2007年は BMC のフレームにカンパニョーロのコンポーネントを組み合わせて使用した。2008年はトレック車の最高級レース用フレーム。 マドンニ・ボントレガーのホイールと SRM 社のコンポーネント、レッドを使用した。2010年シーズンはエースであるコンタドールが個人的にスペシャライズドと契約を結んだため、それに従いスペシャライズドのターマックスルんとなり、ホイールはジップ、コンポーネントは引き続き SRM 社のレッドを使用し、SRM パワーメーターに接続された。 スペシャライズドファクトカーボンクランクセットが装備された。ハンドルバーとシートポストは FSA、サドルはセライタリアを使用。2012年シーズンからホイールがジップからフランスのコリマに変更された。2013年よりコンポーネントが SRAM 車から再びカンパニョーロに変更。最高級グレードのスーパーレコード EPS が用いられたが、 あえて機械式を選択する選手もいた。2017年より、スポンサーバイクが、アルゴン18、コンポーネントが、シマノに変更。この他スペシャライズドから供給されていた、サドル、シューズ、クランクセットも変更されている。ホイールは当初ビジョンに変更されていたが、前年同様コリマに戻っている。2020年より、スポンサーバイクは、ウィリエールトリエスティーナに変更。 2006年以前と2007年以降は別組織。ありがとうございます。